パンに乗せたメットメットはドイツで人気のある生の豚ひき肉を用いた食品である。メットという名は定置ドイツ語で脂身なしの刻んだ豚肉を刺す目とか小作戦語で食物を表す目地から来ている。北ドイツ、東ドイツ、ベルリンなどではハッキピーターとしても知られている。豚ひき肉からできており通常は塩や黒胡椒でまた地域によっては ニンニクやキャラウェイで味付けされて売られており、生食する。みじん切りの玉ねぎを加えてもよく、これは玉ねぎメットとも呼ばれる。法的には、メットは35%以上の脂肪分を含むものであってはならない。また、ドイツの法律である、ひき肉についての指示によって、包装されていないメットはその日に作ったものしか、販売することはできない。 真剣メットはもも肉から作られるもので特に上質と考えられている。メットは通常、地元の店などでひき肉にされたものが販売されているが、これとは異なり、キメの洗いメットは工場のひき肉機で作られる。構造を保つため、豚肉は通常、半冷凍状態で処理される。ひき肉についての指示では、摂氏2度以上での処理を認めておらず、また、 氷を冷却のために使用することも禁じている。生のメットは通常、ロールパンやスライスしたパンに乗せて食べる。付け合わせとして、生のオニオンリングや、ダイスカットの玉ねぎがよく添えられる。ビュッフェでは、メットは時折、メットハリネズミとなって出てくる。このような形でメットを出すことは、特に1970年代によく行われた。これを作るには多量のメットを、 ハリネズミの形にし、四つに切ったオニオンリングやプレッツェルのスティックをトゲに見立て、オリーブを目や鼻にする。メットをメットブルストというソーセージにすることがあり、これは大変長持ちする。スパイシーな風味でしばしば燻製を施した生ソーセージである。ありがとうございます。